はい、今日はですね、フィリピン移住についてちょっと語ろうかなと思います。僕はですねもう10年ぐらいフィリピンにおるんですよ。2009年にね、英語留学でバギオっていう町に行きまして、そこで3ヶ月ぐらい英語を学びまして、そこから、マニラに、だからもうちょうど10年ですよね。でね、10年住んだ僕がフィリピン移住について語ろうかなと思うんですけど、正直なところおすすめはしません。フィリピン移住はねしんどいかなと思いますね。全てがまず不便なんですね。何一つうまいこといかないんですよ。苛立つことばっかりですね。なぜそんな風に感じるかっていうとね、日本と比較しちゃうからなんですよ。手続きとかあるでしょ、すっごい面倒なんですよ。イミグレーションとかスーパーマーケットとかインターネットの手続きとかで、エスカレーターとかエレベーター基本止まってますしね。一回あったのがね、イミグレーションに行った時にビザの延長とかそういうのでね、もう並ぶでしょ、外人さんがずらーっと。でそのイミグレーションオフィサーが急にドーンってあのクローズっていう札を出して、いっぱい並んでんのにね、えー、ってなるでしょ。で何しだしたかって、その人があの雑誌を見出したんですよ。そうって感じでしょ。で首でもうじゃあっちの列行けみたいな、こんなんですからね。もう外人さんみんなもうえーって感じでね。そんなんがでもね結構普通なんですよね。例えるなら車乗ってましたと、こう走ってますよね、こうってならもう毎信号赤みたいな、青の時間3秒ぐらいでもう赤1分とかね、もうそんな感じですよ。えらいことでしょ。そんなほんまにもううまいこといかんな。それよりもね、やっぱり日本で働いてたまにフィリピン旅行ぐらいの方がね僕はいいと思いますよ。さほどね嫌な部分見なくて済みますしね、不便や苛立ちもそんなに感じなくて済みますからね。生活費もね安くないんですよ。日本はなんか物価が下がってますよね。でもねフィリピンはね毎年ね上がってんですよ。食費もねこだわらなければ安いですね。1食100円ぐらいで済ますこともできますけど、まあ、もう絶対に満足はできませんね。こだわらなければっていうのも、日本の基準でこだわらなければっていうんじゃなく、フィリピンの基準でこだわらなければって話なんですよ。そのフィリピンの基準っていうのがね、皆さんの予想をねはるかに下回るんですね。基本的にね日本との基準がかなり違うので、エアコン、ホットシャワー、電子レンジなんかはもう全て贅沢品になります。普通のフィリピン人の家にはねないですからね。であっても使いませんし、電気代がねべらぼうに高いんですよ。エアコンだけつけててね月2万円超えることもね全然あるみたいですよ。うちなんかエアコンないですからね。ホットシャワーはありますけど、日本のね基準でフィリピンで波の暮らしを送ろうと思うとね、それはもはやもう贅沢なんですよ。殿様のようですね。だたんまりお金があるんであればいい暮らしできますけど、そうなってくるとフィリピンじゃなくていいですよね。さらにはね停電断水なんかもね毎年起こるんですよ。メトロマニラでもね3日間ぐらい断水することも全然ありますからね。今年はね雨が降らなくって断水が数ヶ月続いたような地域もあったんですよ。停電なんか田舎の方やったら2週間ぐらい続きますよ。僕ね実はあの停電とね断水をね一度に経験したことがあるんですよ。あれは2010年の4月でしたね。まだ来て半年ぐらいの頃かな。あれはなかなかひどかったな。手も洗えないんですよね。でも何にもできないんですよ。もう夜7時以降はもう闇ですからね、何にもできないんですよ。そうまでしてフィリピンに住みたいかと僕は思うんですよね。でもねそうまでしてフィリピンに移住したいあなたへ、永住権とかあるでしょ。でもそういうのはまず置いといて、英語留学なんかでまず住んでみることをおすすめしますね。どっちみち暮らすんなら英語は話せた方がいいですしね。英語学校ならビザ、住むとこ、食事のことなんか全部やってくれますし、フィリピンでの生活に慣れてくれば自分で部屋を借りてみてもいいでしょうね。その方が学校より安く上がりますし、きっとその頃にはフィリピン人のね友達もできてることでしょうしね。そうするとねあのいろんなことが見えてくるんですね。特にまあ嫌な部分ですよ。それでもよければ
移住してもいいと思いますよ。ここでね、もう散々フィリピンの悪口言ってきたんでね、そろそろこういいとこもね紹介していこうと思います。ええー、とこ、英語が通じる、これですね。他にはね、おおらか、人のことをねとやかく言わないですね。日本だとね、なんかどこどこの誰々が仕事してやらねえらしいでとか、ええ年してあんな派手な格好してとか、あの人歌下手やのに歌ってはるわとか、こんなただの悪口ですけどね、そういったことをね言わないですね。人がすることに対して干渉もしませんし、かっけえことやってんじゃんみたいな感じの人が多いですよ。でフィリピン人はあの人に厳しくないですね。店員さんとかそういう人の些細な失敗なんか起こらないですしね、まあ、ひどいと怒りますけど、変なプレッシャーみたいなのは感じることはないですね。日本は人に厳しいでしょう。不景気のせいでしょうか。それがね、あの引き込みとか自殺につながってんじゃないかと思うんですよね。フィリピンで自殺なんかまあないですけどね。あれ、フィリピンではね、メンタル面で追い詰められるようなことはないと思いますね。気楽にやっていける環境ですよ。ストレスが少ないんでしょうかね。なんか頭はげてる人とか、そういう人が少ない気がするな。でもね、まあどうやったってイライラはするんですけどね。だからまあそんな時のねイライラ解消法をね僕は見つけたんですよ。皆さんミヤゾン知ってます？ミヤゾン、あの人見てたらなんか、ああわしはしょうもないことでイライラしとったの。常にあの人前向きでしょ。楽しそうやし、どんな無理難題振られてもやってくださいってやんのよね。いやあれはあっぱれやな。まあとはいえイラつくんですけどね。フィリピン移住はおすすめしませんけども、まあ、それでもしたいという方はちょっとお試しフィリピンで住んでみるといいと思いますよ。今後もね移住に関するビデオを上げていこうと思うので、これからもよろしくお願いします。ほなまた。